こんばんは、せいです。さて、今日は2020年の6月27日土曜日です。皆さんはどんな一日を過ごされましたか？私はですね、今日ちょっとうちの親と一緒に外まで食事に行ってきたんですね。まあ普段は自分でこう耳チェック発泡酒をちまちまと飲む私ですが、今日はまあ親の払いということで、ここぞとばかりにまあ遠慮なくスーパードライとか生ビールをガンガン飲みました。いやー、おかげでもうすっかりベロベロですね。ちょっとこうろれつがうまく回ってない部分もあるんですが、まあご了承いただければと思います。そしてですね、今日の話題なんですが、もう1週間近く前になりますかね、厚生労働省が接触確認アプリというものの配信を開始しましたね。これはどういうものかというと、アプリを入れた状態で、スマホにですね、それを入れた状態で Bluetooth の機能をオンにしておいて、あとはそのまま日常生活を送るというものですね。そしてひとたび誰かそのコロナウイルスに感染した人が出た場合、その時のそれまでの記録からそのコロナウイルスを発症した人とある一定時間ですね、まあ正確な時間は公表されていないんですが、まあちょっと感染する疑いが出るであろうぐらいの一定時間ですね、その同じ空間にいた人に、もしかしたらあなたはコロナウイルスに感染してるかもしれませんといった通知が出る、そういったアプリなんですね。例えば当然それが知ってる人じゃなかったとしても、どこか居酒屋とか飲みに行ってて、そこでなんか何十分とか1時間とか、そういった比較的長い時間をお店の同じ中で、同じお店ですね、その中で過ごした人たちに、もしかしたら感染の疑いがあるかもしれないということで、その記録からその通知が届くというシステムですね。まあ、これはみんながみんな入れていないと機能しないシステムなので、できるだけ本当多くの人に入れることが望まれてるんですが、私もそのアプリが出た翌日ですね、早速入れておきました。で、まあ私の両親とそれから妹夫婦にも、こういったアプリが出たよと、もう知ってるかもしれないけど念のため送っておくねって言ったら、まだ知らなかったようだったので、まあ教えておいてよかったなといった感じでした。これやっぱり逆に自分がかかったという時にも、そこから移してしまったかもしれない人たちにすぐ通知が行くというのはやはり安心ですよね。それ以上コロナウイルスが広まる恐れが少なくなるので、こういった意味ではより今まで以上に外に出て行動しやすくなったなと思います。もちろんまだまだこの制度の整備が完全に整っていないようで、このアプリで通知が来たからといって PCR 検査がすぐに受けられるわけではない、そういった自治体もあるようですね。ここは地域ごとにちょっと格差があるので、その地域ごとにどうしてもちゃんとすぐ受けられるかどうかといった違いは出てくるんですが、まあこれ各自治体とかのお役所の人たちも少ない人員の中で一生懸命やってる中ですからね。ただでさえどこのお役所も人を減らされて、で一人当たりの仕事の分担量がすごく増えてて、その上でさらにこのコロナウイルスによる例えば給付金とかなんとか様々な問題が起きてますからね。その中の対応でまたさらに厚生労働省がアプリを出したから対応してくださいと言われても、またそれに対して多分たくさんの十分な量が織り切ってないとも思うんですよね。その中でいやまあうまいことやってくださいよって上から言われて、少ない情報の中であれこれ動かないといけないという、そういった自治体も多いんじゃないかなと思います。あとは実際情報があったとしても、それに対応するための人手が足りない、そういったお役所も多いと思うんですよね。なのでそのお役所の人たちを一概に責め立てることはできないですよね。
あとそのアプリで通知が来ることで、もしかしたら自分は今感染しているかもしれないということで、周りの人に感染させないように気をつける、そういった行動を取るチャンスも生まれますよね。例えば家族に親族にすぐに知らせて、ちょっと別の部屋で休むとか、その日はちょっとまあかなり過酷ですが車の中で休むとか、そういった自分の家族に移さないための対策をすぐに打てますよね。そういった意味でも感染者を広げないといった意味で、このアプリは大きな意味があると思うんですね。なのでまだこの動画を ご覧の方で、そのアプリまだ知らないよと、まだ入れてないよという方は、概要欄の方にそのリンクなどを記載しておくので、よかったらそちらをインストールして、で周囲の方たちにもそのアプリのことをこうお知らせしてもらえたらなと思います。そのアプリにはシェアするというボタンもついているので、それをタップするとツイッターとかフェイスブック、インスタグラム、あとは LINE などなど、さまざまな手段で周りの人に伝えられるようになっています。ぜひそちらも活用してみてください。とまあちょっとこんな感じでコロナウイルスの重ための話をしましたが、ここからはちょっと明るい話に移りたいと思います。これはこれまでも私のこの動画でちょいちょい話題にした内容ですが、このコロナウイルスの影響で人の行き来が少なくなった影響、このおかげで大気汚染が大幅に改善されたんですね。結構なんかロックダウンされた国では40年ぶりというか、過去のその観測を始まって以来、過去40年間で最も空気が、大気汚染がこう少なくなっている、要は空気がきれいな状態ですね、そういった状態になっているなんていうニュースもちょいちょい出ていたわけですが、つい最近ですね、 ESA 欧州宇宙機関というところが人工衛星から撮影したその大気汚染物質ですね、例えば二酸化窒素など、こういったもののその分布、それを2週間平均で1週間ずつの変化、これを公開してくれたんですね。ネット上で誰でも自由にその汚染物質の変化を、推移ですね、それを自由に見ることができる、そういったサイトが公開されました。こちらも概要欄の方にリンクを記載しておくので、よかったら興味のある方は見てみてください。これを見るとですね、やはりぐん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 とその赤い部分が減ってるんですね。まあこれはもともとそのコロナウイルスが蔓延する直前は冬だったということもあって、冬はみんな暖房をいっぱい使うわけですよね。そんなこともあって余計に大気汚染物質である二酸化窒素などが大量に空気中に出るわけで、夏になるとこの分布量は減ってくるものなんですね。なので一概にこれら全てがコロナウイルスによるものとは言えないわけなんですが、でもまだ寒い時期だった3月とか、こういった時期明らかにその真っ赤な部分が減ってるんですよね。そしてまあ今後もやっぱりみんな海外旅行をまあ控えるという以前に、今国同士がその海外での他の国同士の行き来というのを著しく制限しているので、やっぱり飛行機もあまり飛ばない状態なわけですよね。この話題も以前話しましたが、だいたい飛行機ってすごい燃料を使うんですよね。例えばオークランドからニュージーランドのですね、ニュージーランドのオークランドから東京の成田まで、こちらまで片道でだいたい1万5000リットルの燃料を使うそうなんですね。たった片道でですからね。あ、違った、1万1000リットルとかですかね。ちょっとその辺がまあ曖昧なんですが、どちらにしろすごい量の燃料を使うわけですね。それが片道、しかも繁忙期は1日に2本とか平気で飛ぶわけですよね。
で、これが世界中の航空会社で行われてたわけなので、いや、そりゃもうすごい量の燃料消費されて、まあ二酸化炭素やら、あとは一酸化窒素、二酸化窒素といった有害ガスもいっぱい出るわけですよね。これが大幅に抑えられてますし、まああと車とか電車の移動も抑えられてますよね。そうなると電力消費も減るので、日本の場合は火力発電をいっぱい使ってるということもあって、その火力発電から出る二酸化炭素などなど、こういったものも抑えられるわけですね。そんなこともあって、ロックダウンが行われた都市では観測史上初、あるいは最高クラスの紫外線量が降り注いでいたり、あるいは空がきれいになったり、気温が上がったりといった影響が出ているようですね。まあこの気温が上がるというと、まるで温暖化が進行しているかのように感じられてしまいますが、もともと大気汚染物質がなかった時はそれぐらいの日が照ってたわけですよね。しかも二酸化炭素などの温室効果ガスと呼ばれるものが、その大気中にたくさん蔓延することで地熱をずっと保温してしまう、そういった効果があって、地面から出てる熱を周りに発散できない、そういった問題もあったんですよね。なので一概にこれが地球環境に悪くなるかといったら、それは違うよなと思うんですね。ちょっとニュースなどを見てみると、その気温が上がったせいで氷が溶けるとか、地球温暖化が逆に進むなんていう、ちょっとなんか本末転倒だなみたいな、そういった内容の記事も見たので、そこはちょっとおかしいなとは個人的には思ってるんですよね。まあそんな感じで、まあ大気汚染が減るというのは、例えば喘息にかかる人のリスクも少なくなりますし、今まだ幼い子供たちですね、例えばうちの姪もまだ5歳なわけですけど、こういった子たちもその肺をやられたりとか、あるいは何かしらの害を受ける心配が少なくなるといった意味では、ちょっと安心だなと思うんですね。やっぱりこれは、まあ、うちの妹夫婦も、あとうちの両親も言ってることなんですが、そのまだ5歳になる姪、これから先どんな世界を生きていくことになるんだろうと、まあみんなで少なからず不安とか心配はあったわけなんですよね。今後ますますその環境破壊とかひどくなるだろうし、もうありえないぐらい気温も高くなったりしてるし、そういうこともあって本当にこの子の将来は大丈夫だろうかなんてみんなで心配したりしたこともあったわけですが、逆にこれだけそのなんか公害物質の蔓延が抑えられたなら、しばらくまだ地球の寿命は伸ばされるんじゃないかなといった思いもあるんですね。もちろん経済面では大打撃なわけですが、まあ悪いことだけではないといった部分ですよね。いずれまたこういったコロナと共存することを前提とした社会といったものはこれから構築されていくと思うので、今はその過渡期といったところでしょうね。できればこのままこの環境に気を使った世界がずっと続いていってくれると嬉しいですね。あと環境に気を使うといえば電気自動車ですよね。まあこの電気自動車を作るにあたって、またたくさんの二酸化炭素を出すなど、バッテリーなどの処分の時にまた害が出るなど、さまざまな意見があるので、一概にその電気自動車が絶対にいいとは言えないわけですが、まあこれも前提条件によってその試算結果が変わる話なので、一つの意見を鵜呑みにはできないんですよね。ただ少なくとも走行中には二酸化炭素をバンバン出さないで済む、そういった意味ではかなりこう環境にいいよなと私は思うんですね。例えば夏場エアコンを使う時ですね、
まあ、冬場もヒーターを使うわけですが、そういった時そのエアコンを使うだけのためにエンジンをかけることってたまにありますよね。あれは私は個人的にすごく燃料を無駄にしている気がして、なんかどんどん大気汚している気がして、あれちょっと私気が引けるので普段全然やらないわけですが、電気自動車だったらそれ気にせずに使えますよね。ただその電気自動車の難点というのが、まず航続距離ですよね。最近はだいぶ長くなってきましたが、まあそれでもいいやつでだいたい航続距離長いやつで普通のガソリン車と同じ程度の航続距離といった状態なので、今のガソリン車とかディーゼル車たちのように気軽にそのスタンドを見つけられないといった点で、まだちょっとこう不便さは感じるんですよね。それがいよいよ全固体電池という、今車で主に使われているリチウムイオンバッテリー、これをはるかにしのぐ電気容量のバッテリーがそろそろ実用化できそうといったニュースを見たんですね。しかもそれを開発したのが日本の大学だそうで、これちょっと日本にとっても明るいニュースですよね。今後、正確にはこれ実用化はひとまず目処が立ったという内容でしたかね。で、まあ、今後は量産化に向けたより安価で代替できる材料、そういったものをいろいろ探したり、あとはその安く作る製造方法ですね、そういったものを確立していくというニュースを見たんですが、これが出来上がればもう航続距離の問題はクリアできちゃうでしょうね。なんならガソリン車よりも1回の充電で長い距離をまとめて走れると。そうなれば、まあ充電スタンドの少なさ、あるいは充電の時にかかる時間というのも許容できるようになるんじゃないですかね。何よりそのランニングコストという面では結構安いですからね。もちろんバッテリーが寿命を迎えた時のその処理するためのその費用というのはそれなりにかかるわけですが、まあこれは車を廃車にする時にもなんだかんだお金はかかりますしね。何よりその電気自動車であれば、同じ距離をガソリン車と同じ距離ですね、それを走るのに対して電気自動車だと圧倒的に安い料金で済むんですよね。そういった意味ではお財布にも優しいですし、直接はまあ二酸化炭素も出さないといった意味でもすごく環境にいい乗り物ですよね。以前私は日産の新型の方のリーフですね、こちら何度か乗ったことがあるんですが、めちゃくちゃ走りがいいんですよね。アクセルをちょっと踏むとグイッと加速してくれて、高速道路の加速車線、合流する時の場所ですね、ああいったところもアクセルグッと踏むとしっかり加速しますし、あの重たいバッテリーが車体の底面にこう備えられているので、すごく重心が低くて車体が安定してるんですよね。あれ峠を走ってても気持ちいいなというふうに感じました。そういった意味からも私は結構電気自動車肯定派なんですよね。もちろん電気自動車がその完全に普及して主流になる前に一度は乗っておきたい V8 エンジンの車とかそういったものはあるわけですが、まあそれはいつか乗れたらいいなという話ですからね。それよりも電気自動車しっかり普及してくれた方が環境にもいいし、なんだかんだその電気自動車って走りもいいから、これはこれで楽しいなとも思ってるんですね。いや早くもっとこう手軽に気軽に買える値段まで落ちてきてほしいですね。そうなったら私もこれであちこちこう撮影旅行に出かけていっぱい取材して帰ってくるなんてことができるんですよね。それがそういった日が待ち遠しいですと、だいぶ話し込みましたが、そろそろいい時間ですね。今日のところは、そろそろ終わりにしたいと思います。
ここまで、いかがでしたでしょうかね。今回の話ちょっと重たい部分も多かったわけですが、まあゆっくりと聞いてもらえたなら嬉しいですね。繰り返しになりますが、コロナウイルスに対する接触確認アプリ、それと ESA 欧州宇宙機関ですね、こちらが発表しているその世界の大気汚染の様子を確認できるサイト、こちら のリンクを概要欄に貼っておくので、興味のある方はよかったらそちらから見てみてください。では今日のところはこれで失礼したいと思います。今夜もぐっすりとお休みください。おやすみなさーい。